こんにちは、フォレストネットの島貫です。本日はこちらのコンテンツをご紹介します。毎日子供と接する中で意識しつつも悩みが多い褒め方、どのように褒めるのか悩んだことがある方も多いかと思います。今回は褒め方の4つのポイントについて詳しく見ていきましょう。1つ目のポイントは即時性。昨日のことや1週間前の過ぎてしまったことを褒められても相手はピンときません。だからこそその行動のすぐ後に褒めることがポイント。行動を起こして60秒以内に肯定的なフィードバックがあるとさらに効果的だそうです。2つ目は明示性。これは私は今褒めているんだよと明確に相手に伝えることを指します。せっかく褒めるタイミングを見つけて声をかけても相手に褒めていることが伝わらないと意味がありません。伝えるためには笑顔が効果的。歯が見える笑顔、そして目の動きを意識すると発達に差のある子供にも先生は笑っているのだと伝わりやすくなるそうです。3つ目は具体性。タイミングと伝え方が良くても良い発言でしたねなど褒め方が曖昧だと何が良かったのか相手もよく分からずもったいないですよね。内容の鋭さなのか詳しさなのか視点の新しさなのか、それとも言い方の力強さなのか丁寧さなのか、行動の何を褒めているのかを可能な限り具体的に褒めると肯定的なメッセージがより詳しく伝わります。最後は多様性。毎回使う言葉がすごいねだけでは褒めることが形骸化していってしまいます。だからこそ様々なやり方で褒める手段を持っておくことが大切です。投稿者の先生はなんと1000を超える褒め言葉リストを貯めてきたそうです。言葉だけでなく他にも渡し方、タイミング、場、渡す言葉、物などを組み合わせて褒め方のレパートリーを広げられます。一人一人に合った褒め方ができると良いですね。また褒めるという対応を行う中で大切なことはその目的。投稿者の先生は相手を都合のいいように変えるためではなく2つの明確な目的を持って褒めるようにしているそうです。その2つとは、心のコップを上に向けるため、そしてあなたの存在を大切なものとして私は認めているよというメッセージを伝えるため。子どもたちが安心して過ごし成長していく中で大切な褒めること、子どもに合わせて取り入れてみてください。いかがだったでしょうか。今回ご紹介したコンテンツの URL は概要欄に掲載しておりますので、そちらもぜひご覧ください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは次回のフォレストネットでお会いしましょう。